はい、こんにちは。YouTube ゾンビ大学ですね。2回目です。ですね、実は、これバーチャル背景ではなくて、本当に私がいつも使っている研究室です。はい、上にはフィギュアがあったりします。はい、ということで、ちょっと遊んでみました。ですね、本当1回目のね、動画がもうちょっとなんかノリで上げた感じだったんですけど、たくさんの方に見ていただきまして、本当ありがとうございます。面白くなるように頑張っていきたいと思います。これ2回目ですけれども、2回目の話はですね、まあ、研究って何というお話です。研究テーマは意外と身近に転がっているということで、まあ、私がなんでゾンビにこうね、ハマっていったのかみたいな話なんかもちょっとしたいなと思ってます。まあ、研究ってね、言ってますけれども、まあ、私はこれまでアニメの聖地巡礼ですとか、まあ、ゾンビっていうものをテーマにずっと研究を進めてきました。まあ、どちらもですね、ちょっとこう、一般の方がね、大学のこう研究っていうふうに思った時には、ちょっとこう、外れるテーマというかね、そんなのテーマになるんですかという感じだと思います。まあ、意外にね、思われるかもしれませんけど、実はですね、結構こう大学の研究っていうのは面白いものが多くて、ほとんどの事象が研究のテーマになると思います。特にまあ、別にね、大学に所属しないと研究ができないというわけではありませんし、この動画をご覧の皆さんは、趣味で研究をしていただくこともできますし、皆さん研究者になっていただくことはどなたでもできますので、もういろんなテーマでね、研究をしていただきたい思います。狭いテーマに思えましてもですね、例えばそのアニメの聖地巡礼とかね、ゾンビっていうのも、こうあまりこう公共的なテーマっていうふうにはちょっとこうパッとね、思わないと思うんですよね。こう社会的に重要なテーマなんだみたいなふうにはちょっと思いにくいと思うんですけども、なんだったらちょっとね、眉を潜める人もいるかなぐらいのテーマだと思うんですが、実はですね、これについて本当深くね、そしていろんなものと関連づけて広く調べていきますと、本当にこう社会のいろんなこととかね、文化のいろんなこととか、人間心理の部分とか、そういうことにつながっていくんです。で、私自身が、じゃあ、まあ、そのね、ゾンビの研究っていうのをやってるわけですけど、どうしてそのゾンビに興味を持ったのかっていう話をしたいと思います。丸一、まずですね、学部時代の講義がきっかけでしたね。まあ、私も大学生だった時がありまして、学部は文学部だったんですけど、で、認知心理学っていう心理学をね、やってました。で、なんですけど、高校のですね、国語の教員免許を、取ろうと思いまして、そうすると、こう、文学系の授業とかですね、まあ、中国文化の授業とかね、そういうものとかもこう取るわけなんです。で、その中で、中国文化系の授業か、中国文学の授業だったか忘れたんですけど、なんかそういう授業の中でですね、一回目行ったら先生がね、この授業で香港武侠映画について語りますという話をされるわけなんですよ。香港武侠映画っていうのはアクション映画ですね。特にワイヤーアクションとか出てくるやつ、カンフー映画です。で、その授業だったんですね。で、僕はね、この授業本当に大好きで、今は懐かしいブラウン管のテレビですよね。でっかいブラウン管のテレビね、教室とかにあったと思いますけど、あれでこうね、ビデオを見せてくれるんですね。その香港武侠映画のカンフー映画のね、で、昔のやつとかね、もあったりして、どんどんこう歴史を語っていったりとかね、してくれるんですよ。で、私、まあ、それまで、映画を分析的に見るっていうことをやったことがなかったもんですから、非常にこう、なんていうか、学問として、こう、映画を考えるっていうのは、こんなに面白いのかなと思いまして、すごく好きな授業でした。で、その授業のですね、最終課題、レポート課題が出ましてですね、で、どんな課題だったかっていうと、その香港武侠映画ね、カンフー映画、何か一つ自分で好きなやつ、見て、で、それをこう、授業で習った見方を応用して分析してくれ、そういう課題が出まして。で、レンタルビデオショップにね、行くわけですよ。今みたいなね、サブスクリプションサービスとかすごい使えてた感じではなかったので、今でも覚えてます。ゲオですね。あのゲオまだ札幌にあんのかな？今度行ったらちょっと寄ってみたいと思いますけど、そのゲオに行きましてですね、そのカンフー映画探すわけですね。で、そしたら、右隣の棚
にゾンビの顔がねちらついたんですね。あのめあのだいたいあのレンタルビデオショップね詳しい人は分かると思うんですけど、あの B 級こうアクション映画の横にあって B 級ホラー映画とかね、そういうのが並んでるっていうのは相場ですから。であのちらちらこうゾンビの顔がね見えるわけですよ。でもねあのまああんまり今言っても信用してもらえないんですけど、私実はあのあまりにも痛そうな描写のある映画とか、あのすごい怖そうな映画ってあんまり得意じゃないんですよね実は。はい、あの誰も信用してくれないんですけど、ゾンビとか研究してるくせにみたいな話なんですが、あの今でも実はそんなに得意ではないんですよ。でなのでその時も別になんかゾンビ映画がいっぱい見えてるからって言って、あのあ借りたいなとはちっとも思わなかったっていうのが実は正直なところなんです。で、なんですけど、やっぱりね、量が多いんですね、とにかくね。ゾンビ映画めちゃくちゃあるんですよ。めちゃくちゃ並んでたんですよ、たくさんね。で、それがね、どうしたのかなと思ったんですよね。まあ、当時の、その私のゾンビの認識って言ったら、そんなもんなんか、墓から蘇ってきてね、死体がね。で、なんか、わーわーって人を襲ってね、まあ、食べた食べられたみたいな、なんか、そういう話なんでしょ、と。パニックみたいなね。まあ、そういう話なんでしょ、ぐらいの、認識ですよ。だからそんなにたくさんいらんやろと思ったんですね、その当時ね、うん、でなんでこんなんあんのかなと思いまして、まあ、あの興味本位で1本借りてみたんですね、まあ、今思ったらあの非常に、ね、良くない選び方をしました。だからどういう選び方をしたかっていうとですね、パッケージをこう見てね、パッケージを見て、あなんかこれ良さそうやなっていうので選んだんですけど、あの大体ですこれね、ゾンビ映画もよく知ってる人はね、あのあ それやると間違っちゃうよねって分かることなんですよ。あの大体パッケージ詐欺なんですね。あのゾンビ映画の DVD っていうのはね、パッケージ詐欺で、あのあれなんか書いてあったこのかっこいいシーンどこにも出てこへんかったでみたいなとか、あのなんかあのパッケージに書いてあるこのなんかめっちゃかっこいいお姉さんどこに出てきたっけみたいな、あのそういうことが平気であるんですよね。はい、ということで、まあ借りてみたんですけど、まあね、ひどかったんですよね、丸さんですけどね、借りたゾンビ映画が実にしょうもない。うん、で、なんか別に怖くもないし、みたいなね。うん、なんか何なんだこれみたいな。なんかすごいダラダラしてて話がね。なんかもう自分でも撮れちゃうかなとか思って、まあまあ本当は多分撮れないんですけど、あの、やっぱりね、映画として成立させてるっていう時点ですごいんですけど、あのそれぐらいね、なんか普段こうあの大きな劇場で見てる、なんかこうロードショーねされてるハリウッド映画とかとは、まあ、随分違う世界が広がってたわけです。で、逆にでもそれが気になったんですよね。どうしてこんなものがねやっぱりあのどん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 作られているのかなと思いまして、でまあいろいろこう借りていったんですよ。あのいわゆるレンタルビデオリンネです。あのリンネ店長ねとあの返却しに行ってはまた次のものを借りみたいな、で次のものを借りてみたら返却しに行き、返却しに行ったら次のものを借りるっていうですね、もうこれこの、 あのループにはまりまして、で見ていくとでもねすごい面白いやつとかあの工夫されてるやつとかね、あるんですよね。でそれがすごいこう宝探し的に面白かったっていうのもありまして、まあ、ゾンビ映画の沼にはまりました。で、まあ、ここまでがそのどうして興味を持ったのかっていうお話なんですよね。で、実はですね、興味を持って好きであるっていうこととこう研究にするっていうことはあのちょっと違うんですね、実はね。あの、つながってないわけではないんですけれども、あの、やっぱり研究をするようになるっていうのは、ちょっとこう、単に、ただ単に好きでその文化を、こう、なんていうか、浴びているっていうところからは、もう一つなんか次のステップが、あの、必要なんです。まあ、それが何なのかっていうね、ことも、あの、この、YouTube ゾンビ大学ではお話ししていきたいなと思うんですけれども、まあ、本当にだからここまで厳然たる趣味っていう感じで、まあ、あのいろんなゾンビ映画見てはあの友達と会話するときにネタにしてね、こんなわけわからへん設定のやつあってんねみたいな感じであの見てました。でですね、どうして研究するようになったのかというきっかけの話をします。まあ、私その先ほどから言ってるようにアニメの聖地巡礼のね研究をして、まあ、博士論文を書きました。で博士論文っていうのはものすごく長くて、で執筆するのがかなりしんどいんですね。でちょっと気分転換にね別のことで論文書いてみようかなっていうふうに思って、まあ、好きやしゾンビで一回書いてみるかみたいな、まあ、もうノリですね。これが実はきっかけ、最初のきっかけです。ツアーオブザリビングデッドっていう、まあ、論文書いて、あのもうネット上にも今アップされてるようなやつなんで、
興味あったら読んでみてください。でそれでまあ気分転換できてよかったねみたいな話しちゃったんですけど、2012年にその聖地巡礼の博士論文を出して博士号をいただきます。で2013年にねその博士論文をギュッと縮めてコンパクトにして100ページぐらいにした N 字創作観光っていう本を北海道冒険芸術出版っていう出版社さんから出していただいたんですよ。でその中にこう対談企画みたいのがねその本の中にありまして、編集を担当してくださった堀井直人さんと、まあ、私がこういろいろ話をするみたいなコーナーがあって、で最後にそのなんか岡本さん次何するんですかみたいなね、まあお決まりな感じの問いがあって、で僕はそこでなんか次はゾンビの本出したいですねみたいなことを書いてたんですね。でなんとねそれを人文書院っていう出版社の編集さんが呼んでくださってて、で対談の部分もちゃんと見てくださったんですね。で、まあ、ある日メールが来まして、その人文書院のということで、このゾンビのね企画は進んでおられるんですかみたいな話で聞いてくださって、いやまあ進んでるわけねえじゃないかと思ったんですけど、で進んでるんでしょうかと言ってくださいまして、で何だったらうちから出せませんかみたいな話ですね、オファーいただきまして、まあ、それをきっかけに、あそうか、こうね、人文書院さんって、今もそうなんですけど、その思想とか哲学っていう、かなりまあ、固めの本をいっぱい出してる出版社と学術出版社さんなんですよ。で、そこの編集さんが、まあ、うちでね、そのゾンビのこと書きませんかって言ってくださるっていうことは、これ学問分野にもなるのかもしれないなと思って、で、まあそこからかなり本格的に、学としてどうしようかなっていうことをやり始めました。で、まあ、こうしてできたのが、この、ゾンビ学っていう本なんですね。人文書院から出てます。前回紹介した大学で学ぶゾンビ学、最近出た新書ですけど、まあ、これは、このゾンビ学っていうのを元にして、こう、ぎゅっと圧縮して、まあ、エッセンスを、大学で学ぶゾンビ学の方では書いています。まあ、プラス、こちらの方は2017年に出た本ですので、まあ、それ以降結構ね、ゾンビシーンはいろいろと変化をしたので、その部分を足して、新書にしたっていうのが大学で学ぶゾンビ学なんですけど、このゾンビ学の方が、まあ、非常にプロ仕様というか、むちゃくちゃこうそれぞれ詳しく書いてある感じなので、まあ、もしね、大学で学ぶゾンビ学の元を知りたいという方は、ぜひともお読みいただけるとありがたいかなと思います。はい、でということでですね、まあ、研究の考え方についてね、この YouTube ゾンビ大学では学んでいただきたいなとも思っております。テーマや内容そのものも大事です。うん、ですから、まあ、ゾンビのこともぜひ皆さんに知っていただきたいんですが、実はですね、私はその大学でこうゾンビの授業をしているのはなぜかというと、学問的な調べ方とか考え方ですね、これをね実はゾンビを例にしてお伝えしたいとこういうことなんです。で逆にですね、この学問的なその調べ方とか考え方の部分ね、ここがないがしろになっていると、どれほどその小難しそうでね、真面目そうなその社会的なテーマだったとしても、それは研究っていうふうにはちょっと言いにくいです。まあ、だからダメだってわけでもないんですけど、研究の見方っていうのは非常に面白いので、このね YouTube ゾンビ大学では研究の考え方見方についても学んでいただきたいなと、こういうふうに思っております。きっとですね、それを学んで自分で使えるようになると、より楽しい人生が待ってるんじゃないかなと思います。さあ、それでですね、一つはちょっとその研究の面白さをね感じられる本をご紹介したんです。醤油台という本です。こちらね、もう皆さん表紙をご覧になっていただいたら分かると思うんですけど、お醤油入れとくちっちゃい容器ですね、お弁当やお寿司のパックなんかに入ってるあれでございますよ。でこれをね、この澤田先生はね25年かけて確か収集されてですね、でそれを研究したっていう書籍なんですよ。で、単にこのお寿司のパックの醤油台を山ほど集めましたっていうのだと、もうまあ単なる収集家で、まあまあそれはそれですごいんですけど、さらにやっぱりこれが面白いのは、この著者の先生ね、この澤田先生はガチの昆虫学者なんです、実は本業が。で、昆虫学で使うその分類学の手法をね使って、この醤油台を分類したんですね。種とかね、属とか何々科とかあるじゃないですか。ああいうのにこう分けてその醤油台のなんか生態系みたいなものをねこう作り上げたっていう、まあ、そういう本なんです。で
まあ、はっきり言って何の役に立つねんっていうあの気はするんですけど、でもやっぱこの発想力とかね、この分類してみるっていうことそのもののこう見方、考え方、分析の仕方っていうのは、他のいろんなものにこれ実は応用が可能なんですよね。はい。ということで、あの、すげえ面白い本なので、もしよかったらぜひご覧ください。はい。ということで、この動画は終了します。ま、なかなかね、ゾンビの話に入っていかないんですけど、あの、第3回からはゾンビの話をしたいと思いますので、よろしくお願いします。お疲れ様でした。